あのね、今や、あとかで聞き、大和がホームレス日記を、<laughs> 5万文字書いとんだけど、だからビジネス本にしたら、えっ、ー、とね、250ページぐらい、あの頭いんの、えっ、ー、とね、それで、なんすかな、あれ、売れたらね、昔、あの、中学生ホームレス1億売れたんですわ、20年前ぐらいでね。 俺、本読み行ったけど、なんか石ころぶつけたとか。で、俺の、俺はね、ちょっと喋るわ。山とかホームレス、まあ親の年金ちょこっと戻って、8 2年の時、料に入るって96まで来たけどね。14年ぐらいもらったそれで5年間、女遊びひどいでね。で、親の金をもらって、ホームレスしとったそれを、あの、せっ化するんだけどね。今ないよ。 で、そのうち、お金貯まって PDF もできとるから、出版社送るかどうかわからんけどね。出版社で、あの、発売しますになるんちゃうかな、俺、どうも。それで、だから2億は、だから出版社もね、これ、そういう原稿募集してますって俺のはええからね、もうご万文字できやがった、PDF もできやがったらあと送るだけだ。2億入るんです、2億 SN。SNS があるから。これで世界出版もするんだからね。もう一つ教える。ガバイバーチャがね、あの、あったでしょ、B、B&B。 世界出版したら3億以上かつぎました。そういう情報知らないでしょ。だから情報、情報を持ったものが一番。まあそういうことで2億入る。悪いな。2億だっ、ね、て。